はい、こんばんは、ミスターマイヤメさん。動画がアップロードされたのをね、すぐにメールで送っていただきましてありがとうございます。今回ですね、すごいですね。9月6日っていうことで、まだね、1週間経ってないんですよ。6日間で73本、うん、順調ですね。それから再生数が6000目標のところをもう半分いったじゃないですか。ということは、これは初期目標値が低かったんじゃないですかね。1万 PV とか2万 PV を設定しておいても、これは良かったんじゃないかなということでね、新たなハードルを与えてしまいましたけども、それに対してチャンネル登録者数の方はちょっと増えてないですよね。だからね、ここはね、こういう風にしましょう。チャンネル登録をお願いしますという動画を撮ったらどうですかね。チャンネル登録本当お願いしますと、うん、で頼む動画です。こうやってチャンネル登録してくださいってことだけを頼む動画で、その中でただ頼むだけじゃいけないんで、あなたの企画をやりますと、あなたが言ってくださった企画をやります、あなたが例えば何ですかね、鼻に割り箸を刺せって言ったら刺しますとかね、あんな感じとか、何ですかね、そのまあ何もそういうふうなね、なんか読者のこのチャンネル登録をすることを引き換えに、私がこれをやります、バカなことやりますみたいなことで提案してみたらどうかなと思います。もちろんこれチャンネル登録したかどうか分かんないですけども、そういうふうな演出をしていくことによって、読者さんからのアクションをね、引き出すってことをやっていったらいいんじゃないかなと思います。一方的に喋る中で、あ、こういうことをやってみようかな、こういうことを返信してみようかなっていうふうに気にさせる、読者さんをいじる、読者さんじゃない視聴者さんをいじるってこともね、ちょっと入れてってもいいんじゃないかなと思いましたけど、いかがでしょうかね。それからですね、本のレビューなんですけども、本のレビュー私も見させてもらったんですけど、見て、動画は見てないんですよ。ただね、タイトルにこの本のタイトルいらないのはもったいないです。本の書籍をもし、ね、紹介するんだったら、タイトルタグにこの本の題名入れてください。そうするとね、本の題名で検索する人がミスターマイアミさんの動画を見ます。で、もう一個言うことがあります。本のレビューをするときは、確かにね、1インプットしたら100ぐらいのアウトプットが必要なんですよ。だから1インプットしたら100アウトプットね。その時どうするかっていうと、この本一冊あるじゃないですか。これにはね、人生と仕事を変えた57の言葉ってありますから、57アウトプットは最低してください。だって言葉が1個あるたんびに、こう3ページぐらい読んで、あ、1個なんか読んだぞ、よし、じゃあアウトプットしようかなっていいわけなんですよ。で、こういうふうに目次があるじゃないですか。1つ読んだらね、1個アウトプットしたら、もう全部の章と節でアウトプットが完成するんで、すごいですよ。で、私の場合はこれを1ページずつやるんですよ。だからこれ書籍がね、今250ページある本なんですよ。だから250アウトプットできるなと思いながらこの本を見るんだよ。しかもですよ、本を読んでない段階でタイトルで感じたことまでアウトプットするんですよ。ということは、本1個で300アウトプットが狙えるということですよね。ちょっと参考にしてみてはいかがでしょうか。そしてミスターメンさんがね、すごくいいことを言ってくださいました。誰に止められてもどうしようもないことをやると、どうしようもなくやりたいことをやると、まさにこうなんですよ。よくね、稼ぐためにとかね、欲のためにやる人って言いますけど、これは続かないんですよ。特にネットビジネスはお金のためにやると続かないんですよ。だってお金になんないですから、最初は。そうじゃなくて、やりたいことをずっとやっていくと得意になるからお金になっていくんですよね。だからお金になるのがもうね、先行しちゃうとダメなんですよ。ただし、いつまでにいくらぐらいのお金稼ぎたいなという欲望は、それは正直にあっていいんですよ。でも最初の3ヶ月でお金にならないからっていう風なところで諦めちゃう人が多いのは、お金のためにやってるからなんですよ。そうなんですよね。世の中の全てのことって、お金みたいなことのためにやると結構続かないんですよ。お金の向こうにあるもののことのためにやると続くんですよね。で、そういうふうに考えていった方がいいのかなと思いますんで、こういう考え方をミスターマイアミさんはマインドセットみたいなタイトルでね、どん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 またアウトプットしていけばいいんじゃないかなと思います。私の動画でもいいですし、誰かの動画とかね、誰かの言葉を聞いた時に、あ、これいいじゃん、とってもなんか学びがあるなと思ったら、それシリーズでやるんですよ。マインドセットとかね、気づきとかね、名言とか、誰かの名言みたいな感じでね。だから世界の名言ってやっぱりね、 YouTube でも見つかるんですけども、相当な再生数なんですよ。世界の名言ですよ。自分の感情とか自分の言葉が全く入ってないのに、世界の名言を紹介する動画ってむちゃくちゃ再生されてるんですよ。だからこの辺もヒントにしていただければいいんではないかなと思います。そしてですね、ミスターマイアミさんにとってね、非常に言いにくいというか失礼なことになるかもしれませんけど、ちょっとこれはね、ご勘弁ください。でもこれはね、ミスターマイアミさんがタレントとして YouTube を顔出しでやるんだったら、絶対この辺から始めた方がいいなってものがあるんですよ。それはですね、ヘアスタイルなんですよ。ヘアスタイルね、ちょっとマイアミさんはどっちかっていうと髪がね、私こう何 見るところ
このなんかシャープなヘアスタイルをしてるんですよね。それがコミカルでいいんですけども、普段のお手入れをどうしてるのかなっていうのとか、あとはあのヘアカットとかね、あのヘアセットとか、まあ、いくと思うんですよ、ヘアメイクとかで。それはどういう風にしてるのかなとか、ああいうところをね、だから要するに多くの人が言いたくても言い出せないことを自分からやっちゃうことによってアクセスを取るっていう方法があるんですよ。ちょっとね、私もねこういうことを言うのは結構勇気がいったんですけども、ご容赦ください。別にねこれ分かってると思いますけども、ミスターマイアミさんをなんかね、あのバカにしたりとかね、そういうことじゃないんですよ。もう本当にタレントとして見た時に一番特徴的なことをいかに出していくかってことなんですよ。しかも多くの人が触れにくいことを自分から行くみたいな感じですよね。でそういうことをね、いろいろやってくると、これまたねタレント性が上がってアクセスが高まっていって、プラスもうご自身のね、もうね恐れるものは何もなくなるんですよね。まあまあそんなところもありますんで、演出するべきものがまだまだたくさんあるなと思うところでございます。で今回の動画の最後にもう一個だけお伝えしますけども、ランボーね、ランボーがラストブロッドパート5で終わるわけなんですけども、多分もうこれ完全に終わると思います。終わると思うんですけども、まさにねここからヒントを得た方がいいんですよ。それは岡山の山根さんですよね。山根さんってちょっとおかしななんかドラマみたいなシリーズを作っちゃったりしてるじゃないですか。あれってね、またこのドラマのシリーズ来たかと思って視聴者さんって増え続けるんですよ。だからこういうのをやってもいいと思います。まさに乱暴シリーズみたいなものではないですけども、乱暴シリーズみたいなのちょっと冗談めいてやってね、自分のミスターマイアミさんのなんかのねシリーズですよ。あの冒険シリーズとか、なんか起承転結をね軽く盛り込んだものとか、なんかのパロディとかね、そういう風なショートムービーシリーズでまとめるっていうのも、これはねチャンネル登録者数を増やす手法の一つになりますんで、ぜひやってみてください。まあ私の例を申しますと、ナイトライダーのシリーズをやることによって、あの視聴者さんって500人ぐらい増えてるんですよ。ナイトライダーのシリーズね、やっぱりナイトライダーってものに、やっぱり人気があったんでしょうね。そしてあの車をマイカーとして買う人っていうのはめったにいないんで、どんなやつが買ったのかなとか、どんなものをやってるのかなってやっぱり気になるんですよね。で他にもありますよ、八尾純一シリーズって宇宙人を追えみたいなのは、それはそれでね宇宙人だけ見たい人もいるんですよ。だからチャンネル登録が起きるんですよ。で、まあ、速稼塾のお金に関することとか日々の生活の気づきとかに関するものっていうのは、これもやっぱりね安定して人気がありますし、それから私の場合はあの J コスメもやってますよね。例のやつもやってますよね。あのこの J コスメに関しても私の発信することがもうね他の情報源にないものなんで、あのビジネスに参加してる方っていうのは私の情報を取りたくてしょうがないんですよ。だからチャンネル登録も切るってことで、いろんなチャンネル登録のそのなんかジャンルを私は運営してるんですよね。だからねこういろんなシリーズをやることによって横に広く読者さん、チャンネル登録者数の方は拾えるんですよね。そういうふうに考えていくのもいいんじゃないかなと思います。ただしちょっとデメリットがあります。それはですね、例えば私の宇宙人のシリーズが見たくてチャンネル登録した人は今ね結構フラストレーションだと思うんですよ。宇宙人のシリーズをもうね何年もやってないから。で、あと私のところに来た人で一番多いのは暗号通貨ですね。暗号通貨のことを、特にエーダのことを知りたくて私のチャンネルを登録してくださった方っていうのは、最近暗号通貨の話をもう全然してないんで不満が多いと思うんですよ。だから私は投資のチャンネルをやってるんですよ。暗号通貨と投資っていうのはかなり親和性がありますから、暗号通貨に興味がある人っていうのは少なからず投資に興味がある人なんですよね。その中でも投資のジャンルではないんですけども、もうかなりの高い確率で儲けているという例のやつもあるよってことで、こちらはねチャンネル登録者数も増える、プラスアルファ私の紹介してる例のやつの参加率も多いってことなんですよね。まあそんな感じでね、今回もヒントになれば幸いでございます。まあモチベーションが落ちないっていうのがいいですね。私がねそのモチベーターとして、このミスターマイアミさんをね少しでも引っ張っていける存在になれたんだとしたら本当に良かったと思います。これからもねいろんなネタを盛り込んでこの動画のこのキャッチボールやっていきたいと思います。まあこのキャッチボール1万本くらいいけるんじゃないですかね。1万話ぐらいはいかないといけないかなと思います。1万話っていうとね大体ね4年か5年ぐらいいくと思いますよね。4年か5年ですね。まあこの1日1個のペースでやるともっとかかります。10年ぐらいかかると思います。ただまあ1万話ぐらいは当たり前にやっていきましょう。では、以上でございます。